で、ローキックの蹴り方、カーフキックの蹴り方なんですけど、まずローはここの一番筋肉ないところ、この部分横ですね、あとは正面、あと内側、ここを狙ってローキック蹴ると一番効きます。あとカーフキックはこの中間、中間からできれば下、ここまで狙って蹴ります。で、いろんな蹴り方あります。足の甲で蹴るという方、これもいいですし、サイドに入ってスノーで、これもカーフキックですね。あとはローキック、これに対してスネでぶつけていく、横からスネでぶつけていく、これもいいです。